皆さんこんばんは、バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回作るカクテルはエンジェルズキスというカクテルですね。このカクテルね、実はもうね四半世紀ぐらい前になるんですけど、僕が本当にバーテンダーになりかけの頃によくお客さんからエンジェルズキスってカクテル飲みたいんですけどっていうふうに言われたんですよね。はい、どういうカクテルかっていうとね、これ実はプースカフェというねカクテルに当たるんですけども、2層以上のね、そう僕の前の動画だとね、ちょうどグラスホッパーっていうのね、というのはカード作っておきますけども、そのグラスホッパーっていうのが実は2層以上になってて、このエンジェルズキッスも実は2層になってるカクテルなんですね。はい、で実は日本のエンジェルズキッスと海外のエンジェルズキッスってちょっと違っていてね、後でまあ作りながらご説明もしたいと思うんですけども、簡単に言うとね、エンジェルズキッス日本の版は、カカオブラウンと生クリームのみで、そして海外の方はねブランデー入れたりするんですね。ブランデー入れると3層になったりするんですけども、まあそれも後でじゃあね説明しますけども、まずは作っていきたいと思います。まずエンジェルズキッス、これシェイカーとかも一切作らず、グラスに直接ゆっくりと注ぐタイプなんです、ね、ちょっと面白いと思うんでね見てってください。まずはカカオブラウンです。カカオブラウンを 50ml、 今日は計量カップを使わずに目分量で注いでいきます。50です。結構50だとね、リキュールだけだから甘いですよね。はい、これが50ぐらいですね。そしたらここから2層にしていくわけです。ですね、生クリーム、フレッシュなクリームなんですけども、まあ軽く泡立てても構わないし、このままでも構わないです。ポイントとするとね、バースプーンですね、バースプーンを使ってゆっくりと注ぐことによって2層になるんです。これを勢いよくやってしまうと混ざってしまうんでね、ゆっくりとね注ぐ、これがポイントですね。僕はこっち側で注ぎます。すごい、しょうゆ入れちゃってますね。ちょっとはい、2層になりましたね。はい、これで最後にマラスキーのチェリーっていうね、はい、チェリーがあるんですけども、チェリーのね種をねくり抜いてね、それをシロップ漬けしたやつなんですね。それをカクテル瓶に刺します。刺すんですけど、ポイントがあって、チェリーの真ん中を刺しちゃうよりも、若干真ん中よりも若干上を刺しましょう。そして下の方がね重くなってるんで、この下のまんまゆっくりと上に乗せてあげる。これが真ん中だとね、持ってったりね飲む時にね、チェリーがコロ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 生クリームの上で転がり始めちゃうんですよ。そうするとちょっと汚くなっちゃうから、この方がいいんじゃないかなっていう。はい、でチェリーも食べながら液体をね一緒に口の中に入れていたの入れて飲む、まあ、デザートカクテルですね。はい、これがお待たせしました。これが僕の作るエンジェルズキスですね。はい、それではいただきたいと思います。サルー。まずはじゃあチェリーを食べながらちょっと飲んでみたいと思いますね。うん、これは最後のねカクテルとかを一通り飲み終わった後に飲むデザートカクテルです、うん、ね先ほど海外で違うってお話したじゃないですか。海外の場合はまずカカオを入れて、そしてその後にブランデーを振ろうとさせて、でさらに生クリームを振ろうとさせる、これの、まあ、分量がありますね。なんで最初日本の方だと僕は50ので生クリームを25入れましたけども、その場合海外の場合は全部分量全部一緒で25、25、25、これで振ろうとさせると、多分綺麗なね3層が同じ分量でできますから。そしてグラスもカクテルグラスだとね、やっぱちょっと変わってきちゃうんで、このようなね直線的っていうか、まあはい、上に
の伸びてるようなグラスの方が層がね同じ均等になるので、こういうグラスの方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、海外の方だとちょっと紛らわしいんだけど、日本でいうこのエンジェルズキッスを海外だとエンジェルズティップって言うんですよ。で、海外だからエンジェルズキッスを注文すると、まあ先ほどのねブランデーカカオ生クリームね、これのエンジェルズキッスが出てくるんですけども、ちょっと紛らわしいですけどね。ちなみにそのエンジェルズキッス海外版はね、これシェイクするとね、気づいてる方いらっしゃると思うんですけども、ちょっとアレキサンダーというカクテルに近いんですよね。はい、アレキサンダーも過去にね動画やってるので、そっちもね気になる方はぜひ見てください。はい、これで終わりです。じゃあ来週もまた楽しい動画をお届けしたいと思いますので、どうぞお楽しみに。じゃあまたね。